試合前ってあるんですか、インタビュー。いや、今年は試合前すごい増えました。あ、試合前結構できるんですか、今。伝説のコメントというか、うん、寂しいと言わせたいですっていう。もともとね、野球の技術もすごく上達が早いんだけど、やっぱ喋る方のね、上達っていうか、やっぱり寝てるのかなと思って、本当に勉強してんじゃないかなと思って、英語のね、もともと聞く能力はあったっていうところでだったんですけど、うん、最近は多分コミュニケーション力、いろんな、例えばこの前もあのバスケットボールの、女子のバスケットボールの、ああ、見ました、あの見ましたか、はい、選手も来たりしたら、あの身長どっちが高いんだろうという話から入っていて、あんなんでもうすぐ答えれるのすごいですよね。それでまあ奥様が会いたがってたとか、ね、フランクな、はい、うん、会話もするし、うん、あとドジャースって結構やっぱ選手同士でその例えば試合中に話すんですよ、うん、あのピッチャーがどうだとか球筋がどうだとか。なるほど、これエンジェルス時代にはあんまりなかったことで。いや、エンジェルスもあったんですけど、やっぱりドジャースはその辺かなり癖を見たりとか、うん、そういうこう救出とかどうだっていうのを、それ大谷選手はベッツ選手とか、あと若手のラックス選手とか、うん、はいはいはい、いろんな人とこうコミュニケーション取りながらやってるんで、うんうん、まあ、どんどんその会話力も今上がってんじゃないかなと思います、はいはいはい。まあそうなってくると野球やってるのが彼にとってすごく本当に楽しい充実した時間になってるかもしれないですね、試合がね。そうですね、やっぱり彼は野球が好きですからね。最近なんか見てるとやっぱりダグアウトをちょっとうろうろしたりとか、いろんなところに座ってるなっていうところが見える時点でね、やっぱもう本当に普通にね、あのチームに溶け込んで中心として働いてるなっていうのをね感じますよね。なんかこの前もアドバイスしてることもね。そうですね、若手選手は特に、うん、あの、うん、今ちょっと落ちたんですけど、うん、あのアウトマン選手とか、うん、あのラックス選手とかはもうすぐに聞きに行きますよね、大谷選手に、うん、球質どうだとか、うん、もうちょっとあの、はい、大谷選手やっぱ結婚して変わったなっていうのは思ったんですけど、はい、どんな風な。この前ロバーツ監督にプレゼント渡したんですよ、それなんか日本産の、まあ、ロバーツ監督曰く岡山産のウイスキーとチョコレート、はいはい、でその、うん、ロバーツ監督にこれ誰が選んだと思うんだってアメリカの記者が聞いたら、はい、うん、奥さんだろうねって言ってたんですよ。あー、なるほど。なかなかそういう、確かに僕はあの、はい、大谷選手がこう誰かにプレゼントしたとか、例えば監督の誕生日とかにそれなかったんで、それやっぱり奥さんの意識っていうかね、いかにも、アドバイスがあるんじゃないかなとちょっと思いますけどね。大谷選手は奥さんからなんて呼ばれてるんですかね。それでもなんか なんか雑誌のインタビューかなんかで出たような気がします。翔平さんでしたかね。翔平さん、そんな感じで翔平さんロバーツにやっぱり岡山のウイスキーでしょつってね。えどうなんですかね、そこは分かんないけど、さすがですね、やっぱり気遣いがね。メディアにも結構そういう、うん、こうちょっと柔らかくなったというのかな、ちょっとやっぱそういうので変わったなとちょっと思いましたね最近、はいはいはい、最近というかこの 2,3 ヶ月見て、まあやっぱり、まあ、奥さんがいるとやっぱり心強さもあるだろうし、なんかこう奥さんのなんか意見で気づくこともねやっぱあるんだろうしね、まあ、これもすべてやっぱり野球の方がね、うまく順調にいってるなっていう意味ではね、すごいあの奥さんのあのアドバイスだったり、やっぱり一平ちゃんいなくても、いや、いいタイミングでね、アメリカにね奥さんも一緒にいて住めるっていうのが良かったなと思いますね。あんまりどうなんですか、向こうの方でその、まあ、どうしても試合後のインタビューじゃないですか、インタビューが試合前ってないじゃないですか基本。あんま見たことないんだけど、試合前ってあるんですか、インタビュー。いや、今年は試合前すごい増えました。あ、試合前結構できるんですか今。最近あのドジャースは試合前1週間に1回ぐらい、はい、あのセッティングします。じゃあその貴重なその試合前の喋る瞬間、阿部さん何聞くんですか。例えば
いや、僕はもう本当にいろいろ考えて。もったいないもんね、余計なこと聞いたらね、時間もこうなるから。いや、余計なもん聞いたらまたね、他の記者の睨みもありますし。ただやっぱり普通のこと聞いてもやっぱりそのニュースも、こっちもニュースも欲しいんで、はいはい、まあいろいろ考えますね。あの、一度、まあ皆さんに怒られるかもしれないですけど、あの、まみこさんの話、はいはい、奥様の話で、あの、遠征が結構長い時に、まみこさんが、まあ来られないってことで、寂しくないですかって聞いたりもしましたし。いや、その時の反応は？いや、あの、それ伝説のコメントというか、うん、寂しいと言わせたいですっていう。確かに、なんかあった。あれも記者の間で最初に寂しいと言わせたいですかって僕に聞いたと思ったんです、うん、ああなるほど。いやでも一瞬そう思うよね。で僕もそう思ったんです、うん、寂しいと言わせたいんですかって聞いたのかと思って、うん、そしたらテレビの映像を見た人が、うん、で僕もしっかりチェックしたんですけど、寂しいと言わせたいですって。いや、じゃあそれむちゃくちゃ最高の質問じゃないですか。いやもうその時はあの、あ、よかったなと思いました。いやだってその試合後のインタビューは基本もうこんなこと言ういやね、質問してる余裕ないしバカじゃないかってなっちゃうじゃないですか。絶対でダメです、ダメです、はい、やっぱり試合前のその週に1回限られたやっぱそういうのしか僕はね、あの、拾う瞬間ないでしょ。そうなんですよ。だから僕も試合前にちょっと素の大谷選手というか、いやもちろん野球の話も聞きたいですし、あれですけど、はい、ちょっとやっぱ大谷選手の素の部分が出るような質問何かないかなといつも考えてはいるんですけどね。ちょっとじゃあ今度ね、ここに来て何してみたいとか、なんか何食べたいとか、なんかあるのかなとかね。去年あのニューヨークで、あの、これも伝説の質問と言われたんです、伝説の答えと言われたんですけど、うん、ニューヨークでおすすめのスポット聞かれたんですよ、大谷選手。はい。え、それ誰が聞いた？あ、それはアメリカのメディアです。あ、なるほどなるほど、うん、そこで大谷選手答えたのは、今まで一度も外に出たことがないので分かりませんって言った。いや俺もね、それね、今よぎったの、大谷選手確かにそういう雰囲気ないの。どっかを散歩してるとかいう、ドジャースに行って一瞬どっかの時になんか選手何人かでブラッとしてるっていうのは、あのシカゴカルビ、あの多分ケイシーさんも行ったことあると思うんですけど、シカカル、ね、シカカルでしょ。シカカルにあの福留孝介さんにご一緒になりましたよ、後輩だけど、はい、福留さんご用達のシカカルに、シカカル、あの、うん、山本選手が初勝利したんですよね、あの時。はい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 。その記念にみんなで行ったみたい、うん。え、記念にって選手別とか？いやいやいや、あの、日本系のそのスタッフとか、あとね、通訳さんとか、通訳さんとか、あのトレーナーさんとか、トレーナー、ああはいはいはい、あの、シカカルまだ健在ですか？僕ちょっとシカカル最近は行ってないですけど、健在のようですね。ねえ、どうしても日本っぽい焼肉恋しくなるしね。そこなんですよね。またちょっと古臭い雰囲気のね。はい。なんかなかなかアメリカでは食べれないですからね。アメリカでって言ってもね、やっぱりどうしても食べ物肉系だったら、あのステーキっていうかね、熟成肉ってね、厚い肉になってくるんで、こう箸でこんな感じじゃなくて、なんかこうね、あの大谷選手ぐらいになるとやっぱそう、肉だやっぱあそこ襟付きじゃないとあかんじゃないですか、ああいうとこってもうね。まあ、シカカルだったらね、ジャージじゃないけどね、普段の雰囲気でいけるし、ああ、そうなんだ。きっと明日は